今回は竹豊貨物支線の廃線跡を車で巡りました。竹豊貨物支線は竹豊駅と竹豊港駅を結んでいた貨物線でした。1965年に廃線になりました。今回はその廃線跡を巡っていました。では行きましょう。隣は JR 竹豊駅です。ここから少し走ると廃線跡が出てきます。廃線跡が出てきました。矢印の方向に竹豊港へ向かう線路がここにありました。ここの部分は雑草が生い茂っており放置されていますが、この先の廃線跡はきれいに整備されてレールパークになっております。ここで廃線跡をよく見るとここに敷地境界標があります。ここから先少しの区間がレールパークになっています。ここのレールパークの名前が後田ポケットパークの名前になっています。ここから線路は左に曲がります。ここの道路が廃線跡だと思われがちですが、ここの道路沿いの民家の列が廃線跡でした。でもここは大曽根駅から千種駅間のような掘り割りになっていました。その理由がこの道路の坂にありました。あの坂を昭野が蒸気機関車では大変だったからです。ここの滑らかなカーブも鉄道時代の名残です。あと少しで竹豊港駅跡地付近に到着します。左側の休憩所のある歩道が廃線跡で、この先に踏切跡と転車台が見えてきます。近づいてみました。ここに石碑が書かれています。読んでみます。竹豊停車場跡地。この地は明治19年3月、県下で最初に開通した竹豊線の起点竹豊停車場跡地である。我が国初の鉄道が明治5年新橋横浜間で開業、同7年には神戸大阪間が開業した。その後関東関西間の新線鉄道建設計画が具体化し、そのルートには多少の曲折はあったが、中部地方における鉄道建設資材の輪入基地として竹豊港が選ばれた。この地先には長さ80軒約145 m、幅3軒約5 m の。ここから先を読みたい方は一時停止してください。転車台の中を見てみました。このようにまだ線路は残っており、転車台の中にダイヤモンドクロッシングがあります。その横にこういった看板があります。この看板のように貨車を方向を変えていたことがわかりました。この廃線探訪はここまでです。ご視聴ありがとうございました。